乳畑の加藤正弘です。今回宮崎県議会議員に立候補させていただきました加藤正弘です。おはようございます。上横村の皆さん、おはようございます。今回私が宮崎県議会議員に立候補させていただきましたのは、ひとえに海老の市民の皆様のことを考えて、必ず民意を反映させなくてはいけない。ここ16年間3期ずっと選挙をやることができませんでした。ずっと無投票で決まってまいりました。今回も4回目の無投票になりそうな雰囲気でありました。実際今回私が出ましたことで、立候補させていただきましたことで、この宮崎県議会議員の選挙が16年ぶりにえびの市で行われることになりました。これこそ民主主義の根幹である民意が反映させられる一つです。これがなくては、投票がなくては皆様の意思は伝わりません。確かに皆様がご存知なように、えびの市選出の先生は中野和則議長でございます。私の叔父でもあります。私親戚同士でもあります。ですが、海老の市民農家のことを考えると、皆様の意見を必ず汲み取り、選挙を行い、必ず私たちが、おはようございます、やらなくてはならないと思いまして決意をいたしました。ありがとうございます。皆様ごめんなさい。ありがとうございます。じゃあ今うち握手をするところ、お父さんができるときは行くのに取れちゃったら、あ、ですね、あたや細かったね。あはら、最後にね、あ、どうも言うたんやぞ。はいはいはい、ありがとうございます。あたや言うたんやから言うたんやから、ここで入ってきてときは行こうって言いたかったから来ちゃったから、あたやちょっと取れちゃったから、ありがとうございます。すいません、頑張ります。よろしくお願いします。娘です、娘です。運転手を今度してくる。こんにちは。ありがとうございます。いろいろありがとうございます。皆さんもご存知のように、加藤康政、私の祖父です。加藤正俊、父です。ずっと2人で40年間、海老野の市議会議員をさせていただいておりました。23年前、父が亡くなり、もう、市会議員には私が継いでおりませんでしたので、いろんな政治の話、そして日本中何か所かの国にも行き、そのたんびにどうやったら海老野にどうにかできないか、農業をどうにかできないか、そうやって私はずっと見てまいりました。今回無投票をまず阻止し、必ず皆さんの民意が反映できるための選挙になるよう、私が手を挙げさせていただきました。皆さん、いろんなことをお考えでしょう。今の現状をどうにか打破するためには、ここで皆さんの意思を必ず投票という一票で示していただいて、次から今から行われる4年間のこの宮崎県、そして私の愛するこの海老野市を、上横村の皆様のこの生活を、なんとか私が打破し、動き回り、変えていきたいと思っておりますので、皆さんどうかご支援いただき、私を宮崎県議会に送ってください。必ず皆様は
私が必ず立てていただければ、毎回帰ってきて皆さんの意見を聞いて必ず反映させます。4年間走り回ります。お約束します。よろしくお願い申し上げます。